寅年と中日国交正常化50年を記念して、寅正寅年という展覧会は、上海博物館の1階ロビーで開催されています。この寅の形をした陶磁器の枕は、中国の金の時代に作られたもので、黄色い体に黒い縞模様、枕の上には飛ぶ狩りが描かれ、精巧な筆運びが特徴です。很有美感的，反正就觉得就觉得那个虎年就临近了，然后就那个虎虎生威嘛。この日本の作品は19世紀に作られた竹虎図の大皿です。虎はガラリとイメージを変えて無邪気な絵柄になっています。日本には野生の虎がいないので、作品の中の虎は想像の趣を帯びていることが多いです。我觉得他这画上画的老虎，非常调皮可爱，而且。他这个画老虎还在笑，然后两边，但是他也是比较形象，他两边还露了那个大尖牙。今回展示されている10点の作品は、上海博物館の6点と日本の九州国立博物館の4点で、一部の展示品はオンラインでも展示される予定です。上海博物館は、寅正寅年というテーマのように、両国の観客に温かく上向きの力を感じてもらいたいとしています。用笑意来驱散化解凛冬的寒冷，所以这个展览呢，一方面是迎接虎年，另外一方面呢，今年也是中日邦交正常化50周年，我们办这样一个展览，来献礼。この展覧会は2月27日まで無料で開かれています。